こんにちは、歴史家の濱田晃一郎です。さて、先日の大河ドラマ鎌倉殿の13人では、源頼朝と源義経、この2人の兄弟対面のシーンが描かれていました。ドラマではまず富士川の合戦の直後、頼朝の家臣が頼朝に会いたいという若武者義経が来ていると報告、頼朝が今日は会いたくないと言っている最中に、遠くから兄上兄上と叫ぶ義経の声が、義経は目に涙を浮かべながら、兄上が挙兵したと聞いて奥州より馳せ参じましたと一方的に話すと、ずっとこの日を巻き込まれていたんですと号泣。これまで時代劇や大河ドラマではこのシーンは少しシリアスに、または感動的に描かれてきたんですけども、今回はとてもコミカルでしたね。最初突然やってきた義経を見て怪訝な顔をしていた頼朝でしたが、義経が奥州藤原氏の当主秀衡からの手紙を頼朝に手渡すと、頼朝はよく来てくれたと喜んで義経を抱きしめたんです。そのシーン印象的でしたね。ではなぜ頼朝は途端に喜んだのか、その理由を探る前に、鎌倉幕府が編纂した歴史書吾妻鏡はこの兄弟の対面をどういった風に描いていたのか。2人の対面シーンは吾妻鏡治承4年1180年10月21日の項目に載ってます。そこには次のようにあるんです。今日一人の若者が宿泊所の前に立って頼朝様にお会いしたいと言ってきました。頼朝に仕える武士らは怪しく思って頼朝に取り次ぎませんでした。時が経っていくうちに、頼朝がこの話を聞いて、年齢を考えると奥州の義経かもしれない、早く対面しようというふうに言いました。そこで家臣がその若者を招き入れた。するとやはり義経だった。すぐに頼朝の御前に進んで、お互いに昔を語って懐かしの涙を流した。義経は幼少の頃にお父さんの源義朝の死にあった後、出家のために鞍馬山に預けられた。成人になった時にはお父さんの仇討ちをしたいと思って、自ら元服して藤原の秀衡の力を頼って奥州へ出かけて、そこで年月を重ねた。義経が奥州を出立する時、藤原の秀衡は佐藤継信、忠信兄弟という勇士をつけてくれた。吾妻鏡には頼朝義経の出会いをこう書いているんです。それにしても義経、最初はやっぱりうさんくさく怪しく思われていたんですね。確かに急にやってきて弟だ会いたいと言われても本当かとなるのも分かります。頼朝と義経は兄弟といっても異母弟ですし、また初対面でしたから弟だと言われても内心はそうかくらいの思いだったのかもしれません。特に頼朝は、吾妻鏡には奥州の藤原の秀衡からの手紙を義経が頼朝に手渡したとは書いてませんが、秀衡は佐藤兄弟という勇士をつけてくれたという記載があります。佐藤兄弟は藤原氏の家臣でしたが、その後は義経の臣下となって忠義を尽くしていく。おそらく秀衡は佐藤兄弟だけではなく、さらに多くの武士を義経につけて派遣したはずです。頼朝は本音を言うとそのことを喜んでいたんではないでしょうか。東北地方に勢いを持つ奥州藤原氏と接点を持つことになりますし、何より派遣された武者たちが合戦において活躍をしてくれるかもしれない、そういった期待もあって頼朝は義経を温かく迎え入れたんではないか。つまり義経の背後に奥州藤原氏を見ていたということです。さあ、今日は
源頼朝が初対面で弟義経を抱きしめた、要因ということで話を進めてきました。大河ドラマをさらに楽しめるように頑張っていきますので、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは歴史家の濱田晃一郎でした。